よろしくお願いします。東大学経済学部、法学部と、文学部と、理学部と工学部と、あと、薬学部、医学部も、です。坂本って言います。お願いします。マジっすか。履歴書、経済学部だけなってます。そうっすね。実際経済学部だったんですけど、いっぱいあった方がいいんで、そっちの方がいいなって思って言いました。で、別に悪意とかないんですよ。そっちの方がいいじゃないですか。いろいろ出てる方がっていうだけです。悪意とか本当にないんで、全然。で、そういう価値観とか文化としてそっちの方がいいなって思っただけなんで、全然、全然何でも。学生時代頑張ったことですか？資格ですね。英検2級。やっぱ1級っす。やっぱ1級です。そっちの方がいいんで。絶対2級より1級の方がいいんで、1級です。履歴書4級ってなってます。いいっすよ。1級の方がいいんで。そっちの方がいいじゃないですか。第1級っす。確かに実際4級ですけど、いいじゃないですか。1級の方がいいじゃないですか。いい方がいいじゃないですか、絶対。第1級っす。全然悪気とかないんで、そういう価値観の問題です。事実よりも、私、いい方がいいと思うんで、1級っす。そういう意味で1級っす。全然、1級っつうか、もう、4段です。4段で。なくてもあった方がいいじゃないですか。4段の方がいいじゃないですか、1級よりも。だから、英検4段です。全然そうっす。そういう感じっす。トイックは黒帯です。トフル茶帯です。いいっすよ。あった方がいいっすよ、絶対。いい方がいいじゃないですか。あるかないかじゃないんすよ。そっちの方がいいかどうかなんですよ。そういう価値観なんですよ。全然、だからお互い胸張っていきましょう。全然別のもの持ってるってだけなんで、どっちが合ってるとか合ってないじゃないですよ、こういうのって。正しい正しくないじゃないんで、全然お互い全然そうやって胸張って生きていいっていう。それでもう全然、それで道が交わるとき仲良くしようっていう、そういう感じで全然いいと思うんで、大丈夫です。明日も太陽明るいっすよ。何でも聞いてください。学生時代、学校以外ですよね。学校以外だと、そうですね、180カ国を旅行して、全部の国で会社作って回って、それが、今のアップルです。そっちの方がいいじゃないですか。アップル作ってたらいいじゃないですか。いいじゃない。スティーブ・ジョブズでもいいじゃないですか。事実関係ないですよ。いい方がいいじゃないですか。それだから、その嘘とかじゃなくて、それは価値観ですから。単純に文化ですから。本当のことが大事っていう文化の人もいるし、いい方がいいっていう文化の人、戦うもんじゃない、そこは。戦うのはナンセンスですよ。僕はいい方がいいと思ってるだけなんで、全然自分の中で解決してることなんで、いい方がいいってだけなんですよ。身長だが4メートル50あります。高い方がいいじゃないですか。そっちの方がいいっすよ。そして、家族構成は、兄弟が250人います。大家族の方がいいじゃないですか。そっちがいいっすよ。いい方がいいっすよ、僕は。全部。そうっす、全然。もう、会社入りますよ。入りますよ。不合格とかじゃなくて。帰れとかじゃなくて。入りますよ、僕は。入った方がいいじゃないですか。入った方がいいから入りますよ。負けませんよ。